玉章大正2年2月14日は、明治時代に活躍した日本画家。本名は瀧之助。東京美術学校の教授を務め、川端画学校を開設するなど、後進の育成に努め、美術学校の同僚だった、橋本雅邦と並び評された。四時の名称1899年、丹頂鶴と、青竹図京都高倉二条河原町で、蒔絵師、佐兵衛の子として生まれる。父は、三井家に出入りしていたため、同家、でっち奉公に出る。11歳の時、三井高義や三井高弘らに絵のうまさを認められ、高義の紹介で中島来賞に入門。一方で、画論を小田会仙に学ぶ。文久3年の虎の写生1867年、江戸に移住。1872年、高橋由一に油絵を学ぶ。同年三井家の依頼で、御巡神社に狐の嫁入り扁額を描く。この絵は現存しないが、これが、玉梓の出世作となる。しかし、その頃は、生活が苦しく、半紙体や、新聞の付録画まで描いたという。1877年第1回内国勧業、博覧会で報上。1878年に、画塾天神堂を創設。1879年留置開設立に関与。1882年第1回内国絵画共進会、1884年第2回で共に同賞を受け頭角を表していく。1890年、岡倉角蔵によって東京美術学校に円山派の教師として迎えられ、1912年まで22年間主に写生を受け持った。逸話として、採用のきっかけとなった両国の大きな書画会において、一番達者に描いたのは、河鍋暁斎だったが、玉章は図柄が皆異なっていたことから、天心は採用を決めたという。学校に出勤する前に、10枚、15枚と絵を描いてくることを自慢の種にしており、実際玉章の遺作は、数多い。手は、じゃがいものように丸々と太り、顔には、あばたや、大きな斑点があったから、がんもどきなどと学生にあだ名付けられていた。円山派において巧みな筆を持っていた玉梓は、腕の画家であり、絵画を一種の技術と考えていた。この点、同時期に、日本画の指導をしていた、橋本雅邦とは全く逆の立場にいたと言える。これを証明する事実として、玉章は、ある展覧会に出品する壁画の柳を学生たちの前で描いた。その時筆に墨をつけ一軒ばかり飛びながら線を引き何かポンポン付け加えると青柳がすぐ出来上がってしまいまるで曲芸を見ているようだと学生たちは述べている。1881年頃深川に画塾天神社を開く。1891年玉章より一世代若い画家たちによる日本青年絵画協会設立の際にはこれを援助、事務所は玉章邸に置かれた。1896年6月30日、帝室議芸員、1897年古社寺保存会委員、1898年日本美術院、会員、文展開設以来審査員を務める。1909年小石川下富坂町に川端画学校を開設。1913年2月10日朝、霊側茂昇宅で、発作、同14日午後4時15分に長く患っていた、中部のため死去。葬儀は17日午前11時、駒込宅を出棺し、川端が学校前を経て、守寺にて午後2時に、仏式にて執り行われた。東京都港区高輪2丁目の道端と、東京芸術大学の中庭に、顕彰碑が建てられている。なお、孫の川端実は、洋画家。ありがとうございます。